こんにちは、佐々木です。本日はメルカリ。出品者商品を突然削除されました。おまけをつける行為は規約違反でしょうかというテーマについてお伝えします。それでは、早速行ってみましょう。この動画では、視聴者様から相談いただきましたので、ぜひ説明させていただきます。これは、おまけの商品が、実際の出品写真に出ていないので、規約違反に 当たる場合がありますなので、まあ、このような、えっ、ー、と、コメントとかね、出品方法で、まあ、削除された場合はですね、ぜひ、事務局に一度ね、相談してみるのが一番良いかと思います。再度やると、アカウント削除の対象になりますので、ぜひ気をつけてください。LINE 登録お願いします。LINE 登録していただきますと、30分無料コンサル、10万円稼げる丸ニにやる。 プレゼントします。ニックネームかスタンプお願いします。それと、ゼロエンテ2点前コミュニティで始まりました。LINE 登録を02点前コミュニティに参加したいとメッセージをご覧ください。ぜひ紹介させていただきます。あと、YouTube からの質問一切受け付けていません。質問がある際には LINE 後の登録後、よろしくお願いします。本日は、スタット見ていただきありがとうございます。番組登録お待ちします。よろしくお願いします。ありがとうございました。